どうも、パグトレライフードパグです。トロです。今回はトリルブサイク選手権というものをやっていきたいと思います、ね、せっかくトリちゃん可愛いのにブサイクって何よ。もうだからトリルブサイク選手権とはって話なんですけども、なんでこんな講義風なの。ちゃんと作ってますので、ね、我が家の可愛い子犬トリル君でございますが、はい、いつもはこの可愛いお顔なんですけれども、飼い主が収めたシャッターの中には少しブチャカワな写真も収められておりますと。 そんなトリル君の可愛くてブサイクな写真、今回はご紹介いたしますと、はい、いうことでございます。はい、まあ、選手権と言ってますが別に優劣を決めるものではございません。全てブチャカワでございます。はい、では早速やっていきましょう。まず1枚目は半目でございます。半目でございます。この半目のですね、まず写真のね、はい、一番最初のオリジナル、こちらかわいいですね。かわいい、かわいい、かわいい。でもね、これあのちょっとプチャかわいいになります。はい、半目ですね。半目です。眠いんだよね。おそらく眠い、ね、眠いんだよね。うん、そう。さあ、どんどんいきましょう次。はい、そんなタイミングで撮らないでという、はい、このこちらの写真こんな感じになっております。どうぞ。はい、そんなタイミング撮らないで。やったー。何こうぶちゃかわなんだな。本当にこのタイミングやめてほしいって感じですね。はい、ドンみたいな。拡大しなくていいから。あ、すいません、申し訳ございません。では次、カメラマンの腕の問題、これはね、何こちらの責任なんですか。そうですね、トリル君はやっぱり可愛いんでございますよ。うん、いい、まずそのオリジナル写真どうぞ、ドン。可愛いですね。可愛い。寝顔、まさにこの白クマかみたいな感じのこの可愛さ。可愛い。これにしかもこのね、足ね。ポイントはこの足ね。わかります。で、ただここやっぱりカメラマンの腕の問題なんですよね。はい。はい、そうですね。目が隠れます。でですね、よく見てください。これ半目なんですよね、まだね。はい、半目なんですよね。でね、これよく見てもらえば分かるんですけどね、はい、舌出てるんですよ。あ、舌しまい忘れ犬、ね、舌しまい忘れ犬でございます。はい、こんな感じです。拡大しなくていいんだけど。はい、申し訳ございません。はい、はい、次、青でございます。はい、青って何やねん。遠吠え。うん、まあ遠吠えなのかな。まあ、まずは可愛いトリル君をご覧ください。はい、こんな感じでございますね。可愛い、本当にブラッシングの時ですね。ブラッシングの時のトリル君でございます。可愛、はい、い、でもね、多分ね、ブラッシング気持ちよかったんでしょうね。もうね、眠くなっちゃってね、はい、あのこうやってもうあくびしちゃってございます。あくびしてるんですね。もう眠いって遠吠えじゃん、もう、うん、青みてえな、青っつって、もう眠って眠って、これライオン感あるね。ね、いいですよね、白ライオン。はい、次、先祖は狼。狼、狼でございますよ。犬でございますから、いいね。まず可愛らしい写真こちらでストーン。あー、可愛い、可愛い。このふかふかの ね、布団の上になんか乗っちゃって、うん、すごい可愛いでございます。いいですね。あの、ただですね、はい、トリル君ちょっとずつ表現していきます。はい、1枚目がドン。はい、もう噛んでる噛んでる噛んでる、ね、噛んでる噛んでる。でまた2枚目がドン。あ、気づいた。こっち見てる、こっち見てる、こっち見てる、うん、あー、もう怒っちゃったーみたいな、もうボーンみたいなね。おごっちゃってるんですよね。いや、まさかね、このね、このワンコとこのワンコがね、同一ワンコだとは思えません。思えないね。眉毛あるしね。眉毛あります。そう、ほら、眉毛がチリッとしますね。キリッとしてる。うん、はい、次、コメダワラ。コメダ、出た出た、コメダワラでございます。眠いんですよ、うん、眠くて寒くて足を中に入れてしまう、うん、こんな感じになるわけですね。こんな感じで、こんな感じになります。はい。では別のカットもこんな感じ。あ、ごめんなさい、こんな感じですね。ドアップの写真もご用意しております。でも眠いんだったら寝たらっていう写真がね、たくさんあるんですよ。なんで寝ないんだろうね。遊びたくてしょうがないんでしょうね。この写真こちらでございますね。はい、眠いんだったら寝たらっていう感じでございますね。うん、はい、ちょっとアップしてみましょうと。手がクロスしてる。そうなんですよね、お上品に手がクロスしております。でもでも最後の、これ最後なの。最後の、もうなの。そうなんですよ、たくさんあったんですけどね、よりすごりを選ばせていただきました。最後の写真でございます。こちら、はい、巻き場を、はい、ドン。これ確かに巻き場をだわ。はい、ということでトリル君のブチャカワ選手権でございました。